おはようございます。テクニカルアナウンスとる森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきましょう。よろしくお願いいたします。今日は1月の28日金曜日です。お題はこちら。日経平均株価暴落後天井サイン完成積んだということで、ちょっと表現汚くてすいません。ただちょっと厳しいかなという、その根拠について話をさせていただきたいなと思っております。え、しわの一目均衡表プラス RSI を使いまして最後にね、テクニカル分析、ちょっと中長期的にね、売られすぎ、買われすぎ見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。ということで、このチャンネルではこういった形で、最新の状況を取り上げた上でのテクニカル 株式チャート分析必ず毎朝7時目標7時半までに動画で投稿していきます皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルになりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますでは早速日本株の終わりで確認していきましょう三指数揃って大きな下落となりました日経平均株価841円3.11%の下落ということになってます27,000円割ってしまったら危ないよねって話をしてたんですがもはや26,000円すら割るんじゃないかというそんな水準まで来ておりますトピックス2.61%マザーズに関しましては6.61%もう下げが止まらないという そういう状況でございます。日経平均9割型197銘柄が下落。主力銘柄も大きく下落している銘柄が目立ちます。コロナの感染者数確認しておきましょう。一昨日が7万1千人に対しまして、昨日が7万8900人ということですので、過去最多を更新。こちらも株価の上値を抑えております。アメリカ株価見ておきましょう。3指数揃って結局の下落となりました。ニューヨークダウ0.02%、ナスダンク1.4%、サンドピー0.54%の下落です。今朝の日経市 新聞ではやはりですね。上がってても値が持たないよねと fomc で金融引き締めの前向きに方針が示されたが、引き締めのペースなど不透明感が強くって、結局午前中上がっていても下がってしまうというのが今の現状です。ヒートマップを見ていただくとですね。ここにい、e、って書いてあるのが真っ赤っかなんですけど、これインテルですね。決算後大きく下落しているのと、あと主要株価見ていただくとテスラですね。こちらも決算を超えてですね。これ、週足チャートのコロナショック後でね。一度もほぼ割れたことのないチャンネルを明確に割り込んできてしまったって。 非常にネガティブだと捉えております為替コモディティ見ておきましょう 日経先物384円のプラスになってますね。まあ、下がってますから。それの自律的な反発は当然起こるだろうということです。ドル円は上昇しておりますが、原油が87ドルほぼ横売券。で、金は下がってるんですよね。ビックスは一旦は落ち着いております。ただ、2年金利がめちゃくちゃ上がっていて、長期金利は下がってるという感じです。小型株続落してますし、ソックス指数、これはインテルの影響が大きいんだと思いますが、4.78%の下落。そして暗号資産も下落してますので、あんまりポジティブには こんななに上がるかなっていう感覚を受けておりますでは、見ていきましょう。日経平均に完全な天井サイン完成。もうしばらく日本株は厳しいのかについて見ていきたいと思うんですが、まず、周足者とご覧ください。これを見ただけで分かる方も多いと思うんですが、まず見ていただきたいのは、移動平均線の向きがすべて下向きである。そして、位置関係。長期、中期、短期の順番で上から順番に並んでいます。これは下落が激しい時に出る。完全に下落傾向の時に出るサインですね。で、加えて、13週26週のデッドクロー ロスが先週起ここっってていいいるるということうううでですすからもうね本当に揃ってるっていう感じですそしてもうちょっと長い目で見ますと、月足のラインチャートに出すと非常によく分かりやすいんですが、1回、2回という感じでダブルトップをつけて、ここのネックラインを割り込んできてしまった。2 7 0 0 0かなり意識される水準でしたが、昨日は一気に割り込んでいったという感じですよね。まあそんな感じですので、やっぱりね、かなり天井サインが揃っているんだってことはぜひ押さえておいてください。じゃあこのダブルトップが出たらそんなに下がるのっていうことな なんですがよく見てみるとこの辺っっててそんななに下がってないでですすすよね1回2回ダブルトップですぐ戻す、えー、ここでトリプルトップみたいになってますけどもコロナ食後も比較的すぐ戻してるからいやいやすぐ戻るでしょうって思う方もいるかもしれないんですが今までの株高というのはやはり金融緩和に支えられた緩和前提の相場だったんですねでも現在はですね FRB が金融引き締めをやっていこうという発言をしているわけですからもう全然この状態が違うということになりますまあでもいざこういう風になったらね もう一回緩和すればいいんじゃないって言うとそんな事情はなかなかないんだよってことをぜひちょっと今押さえておいていただきたいんですがまずアメリカの話をさせてくださいアメリカの中央銀行は二つの使命というものを持っていますまず一つは物価の安定そして雇用を増加させるこの二つですね物価と雇用はアメリカの中央銀行にとってデュアルマンデート二つの使命だと思っていただきたいんですが今物価がすごいことになっちゃってるんですね足元の消費者物価指数を見てみると7%前後まで上がっております が過去のアメリカのインフレ率を見てもですね7%を超えることっていうのは1981年まで遡らないとないんですねえ過去の frb のこの辺の引き締めとか利上げとかで株価がまあ、そんなに安定してたよねって話をしてもですねそことはもう前提が全然違うぐらいのインフレ率が今起こっちゃっているんだっていうところは押さえておいてくださいおそらく fomc frb で引き締めはもうより傾向が強まっていくと思いますこうやって雇用が回復するかしないかすごく大事なポイント となってきますが、えー、足元では19.9万人ということで思ったよりも戻っていないなのにもかかわらず賃金が上がっているのでインフレがさらに進んでいくし雇用は実はね完全雇用に近いような状態ではあるものの雇用が戻ってないもう悩ましいことがたくさんあるっていうことにね思っておいてくださいね、えー、こうやってパウエルさんの発言ね、えー、見てみるとやっぱ賃金上昇とか雇用とかインフレとかこういうものが目立ちますよね結局資産縮小とかをしなきゃいけ ななないいいいいような状況に今あるんだだっててこととはえたたき思ま、すまとはいっても最終手段緩和してくれるんじゃないなんていう風に思うかもしれませんが、この債務上限引き上げ問題なんかもありますから、おそらくアメリカにはきっと余裕がないんだろうなと、前回もギリギリでデフォルトが回避されたみたいなニュースがありますからね、あまり期待は持たない方がいいと思います。加えて昨日の日銀もですね、トピックス全場下落 2%, 2以上下がった場合にはこんな感じでね、ETF を購入してくる、でそういう決まりになってくる。 でですが昨日はね全場1.98%まあ、ほぼ2%と言ってもいいんですけどね。えー、そろそろ柔軟に対応を始めてもいいんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、買ってこないという、<laughs> きっと余裕がないんだろうな、なんていうふうに思いますし、あとはコロナの、ね、新型の亜種も出てきた、まあコロナは今感染者数がピークを迎えておりますが、えー、まだね、えー、コロナ懸念も晴れなそうだということですよね。こういったところがですね、物価も含めて日本の業績にもかなり影響を与えてきてるんじゃないかなと思います。 公籍が下がってしまうと、いくら割安だと言っても株は上がらなくなりますから、よりね、懸念が高まっているという認識を持っておいてください。再び日経平均株価の週足チャートを見ていただくと、こちらに注目をしていただきたいんですね。今2万7000円を割り込んでどこまで下がるかっていう目安を立てたいなと思っているんですが、この期間っていうのは、あっという間にこうね、菅首,首相から、えー、ごめんなさい、安倍首相から菅首相に変わったタイミングでググググググ,グ,グっと上がっていったところなんですけども、あまりにも一瞬で上がってしまったので、出来高も薄いですしね。 こういったところはすぐにスッと下がってしまうリスクっていうのはチャート上は考えられるんですね。なので2万4000円前後ぐらいっていうのはね、ちょっと考えておかなきゃいけないところかななんていうふうには感じております。え加えてコロナ安値からコロナ高値のフィボナッチを取ってみると50%をし、ここまで押しちゃうとかなりまずいんですけども、2万3576円ということで、まあ同じく2万4000円前後ぐらいまでは一応目安として押さえておいた方がいいんじゃないかなというのがチャート上の分析になっております。ということで2の動画のまとめです。日経平均 株価にほぼ完全な天井サイン円周足の移動平均線が全て下向きであること。 長期、中期、短期の順番で並んでいること、デッドクロスが起こっていることなどですね。あとは、ダブルトップができたということで、中期的には厳しいサインと見た方が良さそうかなという分析です。以前のダブルトップは数週間で上昇しているが、やはりアメリカを中心にした金融緩和が前提になっております。ただ、今回 FLB、アメリカはですね、インフレが非常に過去よりも高い状態。あとは雇用や賃金のね、まあ問題であるとか、債務上限問題。あとはコロナのね、人数なんかを見てもかなり厳しいだろうと。で、日本の業績への影響と とか日銀の対応もねなかなか厳しいなという状況ですえそう考えるとチャート上は24,000万4台までは覚悟をしておきたいかなと言って欲しくないですけどねどこかで止まってほしいですけどねそして大底のサインを見たらねそれは全然安心できるんですけど今はやはりこれは覚悟はしておきたいという形になりますでは週足の一目金鉱標プラス RSI を使ってえテクニカル分析を行っていきましょうはいまずは日経平均株価ですこのようにね雲も割り込んでいる状態なんですねなんで雲がまた抵抗して下がってしまうみたいなこと とも考えられるかなと思います。まあ、た、だ、RSI がですね、今、三十三点、三・二・三十を割ってくるとね。さすがに売られすぎ。水準と言われますから、自立反発の目安にはなってくるかなと思いますので、押さえておいてください。トピックスも見ていきましょう。トピックスは雲の中ですね。ただ、地コスパ、明確に割れてますから、あまりネガティブ、あのポジティブには考えない方がいいかな、というふうに思います。マザーズ、見ていきましょう。マザーズはね、もうどうしようもない、っていう感じなんですよね。RSI の水準も今、二十一点、一・七。コロナショックの時が二十。 1.15が一番最後ですからまあ、そろそろなのかななんてずっと思い続けて下がり続けているという状況でございますニューヨークダウ見ていきましょうニューヨークダウは 雲に差し掛かって何とか反発したっていうところでしょうか。でも地高スパン割れてますし、RSI50 割れてますからね。引き続きまだ下がりそうだっていうところは押さえておいてください。S&P500 も雲が何とか支えてくれてる。でも状況ほぼ一緒で、地高スパンや RSI50 割れはネガティブですよね。ナスタック見ていきましょう。ナスタックは完全に雲の中ですね。地高スパン割れて、RSI が30に近づいている状態。まだ下がりそうかな。トピックスなんかに近いですかね。一方、ラッセルがね、一番心配なんですけども、これ横棒何かっていうと、 この間大きく下げた日の安値なんですねほぼ安値と同値、まあ、若干割り込んでるかなっていうぐらいで今日終わってるんですね冷やしにこれだけ変えてみましょうかザラ場ではちょっと割り込んじゃってるぐらいなんですよねここ出来高もすごくできてきたフラッシュクラッシュのような存在ですからここを割り込んでくるとかなりまずいなと思っております、えー、なので明日もね要は警戒というところで見続けていきましょうということで今日の動画のまとめでございます日本株3指数大幅安マザーズ暴落アメリカ株3指数結局下落ということになっております日経験 株価の天井サインの影響はということで見ていきましたが、緩和ができない相場環境と業績にも影響が出始めているということで、24000万円前後は覚悟した方が良いかもというのが、まあチャートとか背景とかから今考えられることにはなっております。もちろんそれ以上にポジティブな材料、もしくはチャート上で明らかな大底サインが出た場合には、この前提は崩れていきます。トピックスの雲割れはさらに状況悪化になりますので、ここは注意をしてみていきましょう。加えてアメリカのラッセル2000、小型株の一時安値割れ、明確な安値割れはさらにネガティブな 状況を作り出すすと思いますのでここも注目をしていいいきたいと思いますでは今日もお知らせを入れさせてください。個別メガロットコトン分するマガジン配信中です。一応今日配信できればと思っているんですが M3 を配信する予定でございます。M3 もかなり下げてきましたからね、過去のいろんな状況下に踏まえて、でも増収増益を続けている M3 がどこでそこを打つのか、まあ、答えはないんですけども、そこをしっかりと分析をしていきたいなというふうに思っております。初月無料になってております QR コードや概要欄リンククから是非チェックをしてみて くくくだだささいいいいいままたたた Amazon Audible が昨日かかからららき放題にに変わっってててて非常おおすすめですのでのよかったらね QR コードや概要欄リンククチェックをしししみろ願ということで、今日はこんな感じで終わっていきましょう。今日はチビちゃんが起きてましたので、まあ、なんとか静かに耐えてくれてたかなという感じではあるんですが、ちょっと声が混ざってたかもしれません。よろしくお願いいたします。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタン、また明日以降もね、テクニカル分析続けていきます。明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。 さようなら。